はい、どうもこんにちは、玄太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、えー、まあ、学校からね、大学から帰ってきまして、玄太郎のトーク、第4話やっていきたいと思います。あ、お風呂の音鳴っちゃった。えー、っと、今日はですね、あのー、本別町にね、地域研修に行ってきたので、その本別町のお菓子を紹介していきたいと思います。ていうと、でもまあ、あの、地域研修のね、 あの、行ってきて、どう感じたのかとかね、まあ、簡単に説明したいんですよね。というのもね、僕が入った、宮入ゼミっていうね、ゼミなんですけど、そう、そのゼミが農業経済っていうのを勉強してるんですよ。で、まあ、大学に入った理由でもあって、あの、農業をの、まず、大学生になるときに農家になりたいなっていうのがあってね。でも、農家になりたいって思っても、 ね、農家ってどんなんだろうって分かんないじゃないですか。ね、農家の状況だとか実態とか知りたくてまあだから、まあ、一旦勉強してみようと農業についてね。で勉強してみたわけですよ。2> で,で2年生からゼミがあるんですよ。でゼミのね8月に地域研修行ってすごい楽しかったんですけどやっぱりね農家さん大変だわ。農家さんはねやっぱりね うん、結構苦労、苦労というか努力してるんだなっていうのがね、わかりましたね。はい。というのもね、まあいいや、食べながら話しますよ。けどこれ食べます。大豆チップス。そう、本別町ってここの北海道のここら辺にあって、あのー、豆が取れるんですね。昔はあの、小豆なんかを取ってね、あのー、トラヤとかね、トラヤの あの、羊羹とかねそういうのすごい高級菓子になってたりしてたんですけど今はね大規模なねハタサク地域ハタサクをねやっててねそれですごい豆産地になってるんですよねじゃあいただきますおおこんな感じになってるフレーク状ですねソイカリってどういう意味だろうねいや今しゃっくり我慢してるんですよ もうね、帰ってきてからシャックりがひどくてさ、まぁ、あ、ちょっと出ちゃったらごめんなさい。いただきます。なんだこれこれはですね、うん。大豆の、大豆ですね。大豆とイカっぽい香り。うん。面白い。なんだこの食感ふ <laughs> んな感じ。 うんうん。うまいうまい。あー、なるほどね。この大豆で豆乳作ったら絶対うまいけどな。そんな贅沢な使い方できないのかな。うまい。うん。味付けもいいですね。そうそうそう。農家さん大変なっていうのはね、あの、大変も承知で、 農家になろうと思ってたんですよ、高校生までね。で、まあ大学生、大学時年生もそう思ってた。でもやっぱり地域研修って思ったね。本当にね、大規模で、もう本当に、機械とか使って、もうガンガンやってる帯広のような農業。ああいうのってね、三代目とかじゃないとね、できないんだよね。新規参入で、ね、泣けなしのさ、ね、お金ね、 銀行から借りてさ、300万とか作ってさ、そっからあそこまでなるのってすんごい大変な。てか、それは無理だって。もう本当に。もうね、うん。ある程度ね、生産基盤が確立してて、だからブランド化もそうです。ブランド化もある程度、そう、土地を持てて、まず土地を持ってなきゃいけないね。土地借りててもいいんだけどさ、最初は。土地持っていけないし、いい土地もさ、借りれないんだよ。 あの、なかなかね、土地借りれないんですよね。あの、ていうのも、いい土地っていうのはさ、ね、そこで収穫いっぱい取れるからいい土地なわけであってさ。だから、まあ、すごい高いし、非常に出回らないんですよ。うん、そういうのもあってね、あの農家って大変だなって。その農家になるなら流通とかやりたいなと思って。うん、あの、食べ物の果物とか、ね、食べ物のおろしとか、そういう、その方がいいかなと。 思ってんですすけどいや結構難しいですねでねも食べ物はなんか僕好きでまあでもね好きなものを職業にすることがまあうんなるその好きなものを職業にできる人って数少ない限られた人ですからねそうそこがね今ちょっとなかなかね そう。将来が思い浮かげなくて。いや、本当はね、YouTube で食べれたらいいですよ。でも、今全く収益ないですからね。チャンネル登録者数500人にならないとならないんですよ。うん。なかなか難しいね。そこがスタートだから。あの収益化のスタートで。うーん。なかなか難しいところです。 元気くんっていうねキャラクターがいるんですよこれ元気くんこれ読み取れるかな <laughs> まあ元気くんってキャラクターがいてこれね大豆らしいんですよねうんあまあ冒険家になれるなら冒険家になりたいな将来ね冒険家もいいなと思って <laughs> いや冒険家やってる人少ないと思うけどさ でも YouTube でね、食べてたらね、それができるんですよね。まあ、それで見てくれるお,お客さんがいればの話ですけど。あの、まあでも冒険会やってみたい。僕も冒険好きだからさ、いろんなところの動画撮ってくるのはいいから、それはやってみたいけど。まあね、うん。まあ迷ってるんですよ、ほんとに。はい。てな感じでございます。 はい。まあちょっとなんかうんまあもうちょっとね本別賞のね農業についてねうん話すとねあの豆の産地なんだけど小麦小麦で小麦をもうバーって大規模にやってるんですよ小麦麦とえっと天才四品輪作でね天才とバレーションはねバレーションもうね全然作ってない意味で手間がかかるからねってね輪作って言って 何回も同じとこで1年で取ったりするんだけどでも全く同じ植物をその植,え植え続けるとダメになっちゃうね連作障害って言ってそうあの物のの収量が減ってきちゃうのようよんでね大量に取れたいいもののその出荷の価格だとかねその取れすぎてもさ豊作貧乏みたいになっちゃうからさそういうのもあっていろいろね勉強になりましたうん。 てなところです。はい。すみませんね。ちょっとね、僕もね、勉強中のみでね、全然ね、うん、ちゃんとしたこと話してるのか分かんないですけど、僕は、ま、進路に今ね、迷っててね、あのーまあ、ま、あ農業、農家は、どうかなーとか思ってね、そういう感じでございました。はい。タ太郎のトークいかがだったでしょうかはい。チャンネル登録、高評価、共有のほどよろしくお願いします。以上。